うだ、アルフェ。鍛えているようには。筋肉のことじゃねえ。偶然とは思えんな。開口ってなんだ。出会いってこと。大げさだよね。フルル、お友達がいるの？この開口、偶然とは思えんな。開口って何だ。出会いってこと。大げさだよね。ウルルのお友達発見。ウルル、素晴らしい品に出会えた。また異物を並べて何をしているんです。今のは、彼らの手入れをしていたのか。磨きすぎじゃない。自分の世話はしないのに。だがどれだけ尽くしても彼らは答えてくれる。声が聞こえるんじゃなかったの。そうだな。しかしそれだけだ。未だ対話は成し得ていない。彼らはなんて言ってるの。本当にあんなに磨かれたかったの。確かに私はその魅力に取りつかれ一方的にめでるばかりだったやもしれぬ。今一度彼らと真摯に向き合わなくては。よくも飽きないものですね。でもこうやって並べてみるのも面白いね。これとこれは衣装が似てるし同じ年代に作られたのかも。鋭いな。私も彼らは仲睦まじい関係であると踏んでいた。私にはさっぱりだ。な、これは以前にはなかったシミが。ついに我が声に応えてくれたのか。粘性がありその方向は独特。ああ、フルル、ダメじゃない。そんなところにうんちしちゃ。
あら、もう貴重なものなんだよ。ティオハリネ、手を洗いに行きましょう。不思議の力を感じるな。話をしてんのかな。約束だよ。ああ、共に。ロウ、何をしているんだ。あっと、いや、二人でコソコソしてたからよ。約束がどうとか。約束？異物を並べて何の。まさか二人で異物冒険家になるとか。さすがにそれはあるまい。わかんねえぞ、大将の異物好きは普通じゃねえだろ。まあ確かに。ふらーっとどっか行っちまったらキサラだって困るんじゃねえか。それは困るな。こいつは何とかしねえと。ならば我々が一通り異物を集めてしまうのはどうだ。なるほど、それなら冒険に出る必要もねえ。我々に異物の声とやらは聞こえないが、怪しいところはくまなく探していこう。ああ、こうなったら全部見つけてやる。ところで、なんでローは困るんだ。いや、それは、まあ楽しみだな。全てを終えたら宮殿にて開催しよう。ダナの異物展覧会。来客への説明は任せるぞ、リウェル。これからはもっと頑張るよ。それからフルルは展示品に近づけないでくれ。フル？不思議な力を感じるな。お友達がいるの？まるでダナ中のフクロウが集まったみたいね。実際そうなのかもしれないな。なかなか壮観な眺めじゃないか。ああ、王様も女王様も満足そうだ。彼女は一人になると悪いことしか考えない。仲間がたくさんいれば元気になると思ってこの場所を作ったのだ。ネクラで悪かったわね。いや、フクロウが言ってるんだ。何にせよフルルは一人ぼっちじゃなかったってことだな。そうだね、フルル。フル？フルルはここに残りなよ。フルル、一緒に旅を続けていたらきっと危険なことがたくさんある。でもここなら仲間がいっぱいいるし安全だよ。フルー、それに仲間といたら教わることもきっとたくさんあるよ。私がアルフェンたちと出会っていろんなことを知ったみたいに。初めて会った頃はよちよち歩くしかなかったのに、いつの間にかしっかり飛べるようになったよね。もうフルルは一人でどこにでも行ける。だから仲間のところに行きなよね。フルー。
いのか。アナ、俺そんなつもりで言ったんじゃ。いいの、決めてたんだ。私たちお互い一人ぼっちだったから。でも同じ仲間がいるならそっちの方がいいって。元気でね、フルル。別に仲間を捨てるとかそういうんじゃないんじゃないかな。え？フルルには自分の翼がある。つまり行きたければどこにだって行けるってことだ。いつでもここに戻ろうと思えば戻れる。でも今はリンウェルと一緒に行きたい。確かに同族はここにいると分かっているが、リンウェルがこの先どこにいるかは分からないしな。でも、だけど、あ、ロロ。リンウェルは自分といるのが嫌なのかって言ってるみたいだぜ。嫌なわけない、嫌なわけないじゃない。フルルは私のたった一人の家族なんだから。ならそれでいいだろ。フルルに帰る場所ができたくらいじゃあなたたちの絆は変わらないってことよ。それでいいの、フルル。フル！俺たちの仲間をよろしく。旅の無事を祈っているわ。それはもういいって。おお。王様と女王様も喧嘩はほどほどにね。言われてるぜ。ああ、まあ、うん、気をつけるわ。フクロウだろ。行こう、フルル。フルル、フルッ。そういえば、この扉の先には何があるんだ。私に聞かないでよ。開けてみればいいじゃない。よかったな。ああ、俺も負けてられない。私はボロニアの方が好きなんだがな。新しい武具か。
やれやれ。うん。はて。はあ。彼らとも分かり合えると言ったのは君だろ。そうですが。な、超究極のズーグルか。この名に恥じぬ様相だな。あの研究者たちに一泡吹かせてやりましょう。そこまでだ。脆い部位を狙っていこう。深淵なる闇へ行ったのをネガティブゲート天然だ。水車の決心よ、我が道を作れ。吹っ込め、アクアカーペット波動。この中の炎が動きを封じてやろうか。この国は忘れず帰す。では一石儲けてもらおうか。分かった、考えておきよ。地べたを舐めなさい。
見覚えのある景色は安心するな。今日は屋根の下で休めそうね。
おや？おう。やれやれ。彼らの頭脳、ダナの発展に生かしてもらおう。こんなところで人材確保とは、お見それしました。これだけ手を貸したのだ。しっかり返してもらわねばな。え？どうした？ティオハリム。うん。くさび絡みだったら大変だもんね。でもなぜこんなところに。ここに何があるっていうの。たまたまなのか、意味があるのか、調べてみればはっきりするさ。おお。あれ？ここは地下なのか？何かの遺跡の中みたいだ。どうやら九段のダナの聖堂のようだ。全て失われたのではなく。埋もれて残ったか、あるいはもともと地下に作られていたのか。何だ、置物が動いてるのか。襲ってくるわ。マイテラシュン火炎効果真空ストレッチ。ガンザ舞台を任せたまえ。ヤマトロ今だよ。さあ少しハンマー。やったね。リンメルのおかげだ。精霊力を帯びて変異したり、おそらく奥にいる本体が我々を排除しようとして仕掛けてきているのだ。誰だか知らねえけど、よっぽど邪魔されたくねえらしいな。合わせるな、活路を見出そう。マイク、これに任せてくれ。セラルキの眠りしかない。ここにかける。邪魔せろ。天内の
容赦のない。攻撃だ。狙う気もなんてないよ。ここまでの相手でな。貴様の大罪。やれるぞ。いっけ。動きを止める。息の根止める。今だ。攻防くらえ。攻撃本部にかけろ。封じてる。一番仕留めるぞ。ジェネスク。俺オーラで。すごい威力。これほどとはな。封じて攻撃してる。一番ブラッディハウリング。下熱くせ。大地の元に一番はずかないわ。仕留めるぞ。やめよ。いつ砕けろ。シンラの高まくは限りを突っ込む。突っ込む。やっと当てられた。どう感じてるの。調べてみないことには何とも言えない。封じ剣かけろ。封じ剣熱くせ。かけろ。封じ剣外さないわ。かけろ。仕留めるぞ。リーメル。こっちハンマー。こっちの番だ。出せ。この余裕はヤマタロウ。おはら待てよ。俺の進化だ。ヤマタロウ。スラルス。マイチ。最大今だよ。ビル。精霊力を。アタック。今だ。ドクラ。打ち込め。先輩。ヤマタロウ。ヤマタロウ。ネックス。風神剣。かけろ。グラディビール。上げろ。止めて。この弾丸で愛と勝て。やるか。いけるぜ。援護助かる。いけるわ。まとめて片付ける。成功。これで終わりだ。やれるぞ。
縛れ。俺の真骨だ。俺の真骨だ。倒れろ。腹切ろ。吹き取れ。こっちの番だ。生命の意義、こっちの番だ。ヤマタロウ。やれるぞ。油断するな。
任せて。よし、今のうちに仕留める。やばせろ。俺は気を使いとくれ。うっ、止めるだぜ。うっ、おは、そこまでだ。裏切らせろ。やれやれ。この炎を体に残さず引き上がさん。うっ、止め、ぶっ刺すぞ。やりだ。切れて、おー、出る。下がれ、無茶はするな。大したことないわよ。マイク、大きく振られる。やれる。蒸発しろ。やばせろ。水の力で。ここまでだ。やめろ。通せ。受かせ。ねえ、そこだよ。ノー。重装。ライフ。まとめて回復するわよ。また丸っこいのが増えたぜ。面倒この上ないな。くらえ、あたれ、強破算、全て受け止めてやろう。羽が光ってる。やべえのが来そうだな。やれるぜ。やるね。ファーストエイド。凄まじい火力だな。正面は危険です。この炎で買い物こそ消えたい。こっちの番だ。私の手が何をか。ガリオン制覇。止め、様子を落落中。ハロー、ようレイダル。俺に任せてくれ。この炎で買い物こそ消えたい。さあ、始まれ。エクスプローダ。止め、外さないわ。ハロー、レッツ。次は誰か相手。この犬の数を。攻略。氷の槍だ。フリーズランカー。リゾーリスパサベ。ウッチョメ、ヤマセロ。どう倒したのか。お前の分も言うてるか。氷の槍よ。フリーズランカー。援護に回るわ。リカバー。ガリオクーハ。この子は他人に戻る。目を怒らせやがって。何か不満でも。俺は。ストリック。やだ。やっまえ。ぶっ飛べ。ハートで飛ばせ。どうやってやろうか。やったよ。今が攻め時ね。とどめは任せな。ここは早い者勝ちだな。乗ってやるぜ。カタヨシよ、自由術は任せておいて。私のはこれ。決めてやった。この弾丸で。この弾丸で。マイトカス。厄介なのが片付いたな。見て、顔のやつの弱点が溶けてそうだよ。あのズーグルが守ってたのに。これで終わりだ。動きは止まったか。うん、これで一安心かな。なるほど。うん。ここは戦いやすそうだ。キサラ大きいもんね。盾のことだよな。屋上の奴らが育ったな。あ、かわいい。うん、いい。
おう。ん？やれやれ。素晴らしい品に出会えた。何かあったんだろうか。よし。うん。バイフン、ちょっと。そうだな、心労がたたっているんだとか。ここが光が落ちたって場所か。なんだこの塔、ダナの遺跡なのか。どうだろう、でも精霊力が強くなってきてるから光は間違いなくここにいるよ。エネギスからの資格だかなんだか知らないけど、私の術で吹っ飛ばしてやるんだから。これは価値があると思うわ。人が襲われてねえか。とにかく助けないと。やらせないよ。どうしてもらおう。ヤマタノオラ、オハさん、地べたあいつら、私から落とせば。並べとる。こう飛ばれるとやりづらくて仕方ねえ。しよう、絡めるか。やったか。水だね。次、
するそうだ。そこまでだ。
水蛇の鉄人よ、我が道を作れ。爆発サーベント交流演歌さん、ここよりここまでか、仲間を。もう交流演歌さん、どうかバックエンジン、黙るか。挑発が仕留めるぞ。こっち生命の息吹よ、我が友を。このままでは手も足も出ない。私がやるわ、アルフェ。分かった、任せたぞ。シオン落とすわよ、アルフェ。一か八かだ。こいつらを片付けるか。ゴーハザン報酬地学人吹っ飛べ。ゴーハザン吹っ飛べ。やったな。うん、精霊力も散っていってる。もう問題ないよ。肝が冷えたぜ。光のことも解決したし、バイフォンに伝えてやるか。うん、大丈夫。ただ私はダナにもレナにもなれない化け物、そうにしか見えないもんね。そりゃ魔法を使えるのはちょっと変わってるかもだけどさ、そんなこと言ったら誰だって。俺は顔も記憶も痛みもなかった。名前に至っちゃ鉄仮面だ。おまけに大昔の生まれと来てる。俺の方がよほど化け物じみてるだろ。私も茨があるし、ティオハリムはスルドの地位を捨てた異質なレナよ。キサラは大真面目にダナとレナが一緒に暮らすことを考えてるし。俺なんて敵の下っ端やってたんだぜ。みんな、あれだ、そう、俺足が蒸れてすぐ臭くなるんだ。それは言わなくていいんじゃないか。あら、でもアルフェン、あなたも夜歯ぎしりがひどい時があるわよ。余計なお世話。本当か？そんなこと言ったらシオンだって。私が何？おいおい、なんで暴露合戦になっちまってんだ。ローが変なこと言うからだろ。ありがとう。みんでもうちにこもってちゃそう思うのだから。大彼女にとって魔法使いであることは負い目であり続けるのか。ダナじゃリンウェル以外にはいないだろうからな。隠しておく方が楽ではあるんだろうけど、それじゃああいつが救われねえもんな。うん。なあ、くさびから現れた奴らって全部倒したってことでいいんだよな。うん、全部で4つだからそうだと思うよ。どれも手強い相手だったけど、俺たちの敵じゃなかったな。本当は少し怖かったんじゃないのか。ちょびっとな。でも倒したんだ、間違いなく俺たちの力で。ああ、だよな。本当に他にもういないといいのだが。それぞれ属性の違う一体限りの特別性みたいだったし、そういくつもいるとは思えないわ。そうよね。なんで今テュオハリムに確認したんだ。あ、いえ、なんとなく横取りしてしまったような気がして。
よくわかっているな、シオン。風に乗ってひとっ飛び。だったら、くそ。うん。おい、なんだ。うん、この待ちたまえ。ほう、え、おう、待ちたまえ。なんかすっきりした顔してんな。うん、この先違う生き方ができる気がするんだ。ああ、そりゃよかった。あ、でもなんでまだ。もう、どうも早くロハリムみたいになってよね。なあ、困っている人がいたら。分かっている。耳をかっ怪しいな。おい、わかった。よし、なんだここは。温泉が湧いてな。勢いで声を落っ立てしまった。どうだ、温泉。大地より熱湯が湧き出る場、いわば天然の風呂だな。なんだ風呂かよ、いいよ、めんどくせえ。大自然を眺めながら巨大な湯船にどっぷりと浸かる。いいじゃん。待て待て待て、一緒に入るのか。はあ、そんなわけないじゃん。いや、一番風呂は譲れぬな。めんどくさいのが出てきたわね。わかったわかった、じゃんけんで決めよう。イルル・ケリスケの人間として。
よし、行こうぜ。ノリノリちゃん。ティオハリム、脱がないのか？ん？ああ、そうか。いつもは従者がいたのでね。すまないが、脱がしてくれないか。俺たちがかよ！なんで俺たちがこんなこと。足を上げてくれ、ティオハリム。うん。お！なんつう下着だ。確かにいいな。うん、ここまで来た甲斐があったというものだ。なんか余計に疲れたけどな。あ、ティオハリム、今のなんだ？うん、こうして手を叩くと酒が出てきたものだったが。もうこいつ沈めちまわねえか。それにしてもちょっとぬるいな。湯加減か？ちょうど良い塩梅だが。むしろ暑いくらいだぜ。いや、やっぱり物足りない。シオンから炎の剣を借りてくる。おいおい、冗談だろ。シオン、頼みが。ハルフ、お前、なんだと。いい湯だった。ああ、また入ろうぜ。壁が壊された。あ、なあ、困っている人がいたら。分かっている。耳を傾けてみよう。おう！今度は私たちの番だな。ええ、楽しみね。覗かないでよ。んなことするかよ。ゆっくりしてくるといい。はあ、生き返りますな。一番の若者が何を言っている。本当いい気持ち。みんなでお風呂に入るなんて夢にも思わなかったわ。ねえ、シオンのお肌が綺麗でびっくりしちゃった。美容の秘訣を教えてもらわないとな。もうやめてよ。絶対スベスベだよ。触りたい。ああ、危ないって。キサラはやっぱり筋肉質。何か言ったか、リンウェル。ロー、なんだよ。男児には乗り越えなければならない壁がある。おう。その壁を越えた時、男は男になる。そして
私はその手助けができる。やるか？本当にやるつもりなのか？アルフェ、これは男の儀式ってやつで。そんなわけないだろう。固い男だ。そういう問題じゃない。でもよ、俺はここで男にならねえと。ワーコードの成長の機会を奪うというのかね。ハルル、ハルル。アルフェンってかっこいいけど鈍いよね。まあ痛みがなかったのだし。まったくお似合いだな。ほんとほんと。リンウェル、今のはスケベ大魔王がいたのかも。何それ。アルフェン、どうしたの？俺は違うんだ、信じてくれ。それにしてもいいお湯だったね。うん、またみんなで来よう。僕らもう一回入ってきていいですか？壊してはならぬ壁もあるが。不思議な力を感じるな。